きましょうか。はい、第1節、今日最終の6回戦目ですね。はい、はい、じゃあ見ていきましょうか。はい、トンバが、ブルードラゴンの、はい、プニキさんですね。はい、でナンバが、マージャンキットの日誌さん、はい、でシャーチャが、じゃんけんぽんの CA さん、で、ペイチャが、メイズのチョロムラさんですね。はい、でドラがパーマン。じゃあ見ていきましょうか。はい、さて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 、手格好めっちゃいいのはここか。うん、そうですね。けどジャントがちょっと決まりにくい形ですね。ジャンのパーマン引きゃいいんすや。C1 でもいいの？パーマン引いたら一番いいですね。はい、C1 とパーマンあれどっちの方が嬉しい？いや、それはドラがパーマンだからパーマンでしょ。パーマ引いて、でもパーマ引くとさ、なんか盾っぽくない？あ、いやいや、それはそれでチートイツいけるからよくないですか？チートイツ？うん、ここも手広く、あ、違う、カンパーソン切った。ここはゴツゴツ、あ、イシャンテン？チートイシャンテン？あ、チートイシャンテンですか。親がこちら、プニキ選手本日に、あ、ほら、これが良くないですか、一番。まあ、俺が言うたら引くよね。3品残さなかったですね。タンニオとかのマックスではなくじゃなくて9万残して、9万残したってことはチートイツとかも、はい、9万残したらちょっとチートイツ見つつなんですかね。789もって感じじゃない。いや、789だったらパワーマン出てきますよ。でも老朽その切り具合見たらさ、やっぱタンニオだから9万は安泰。アンパイにしてもドラだから、うん、パーツが足りてるってこと。あ、テンパイ？テンパイですね。パーピンだっけ？あれパーピン？パーピンなんかどっかで見たぞ。パーピンはちょっと待って、ここか。ここに1枚ですね。けどまだリーチしなかったですね。うん、バキョはまあパーピンね。9ピンしかパーピン前に見た。あ、ここパーピン。パーピン出てきそう。パーピン出てきそう、かなり。CA さん。E ピンもあるわ。E ピンもあります。E ピンもありますね。これタンヤオにしつつっていう進行にしましたね。2ピンとチーピンでカンチャンカンチャンの受け入れ。うん、その間にパーピン変わるのか変わらない、何引いたら一番嬉しいんだろう。パーピンと。ああ、そうそう、読めた。うん、まあまあまあ。うん、ここは、まあ、3万か。これで、ね、バッター足。いや、これもまたパーピンで。うん、これ出ますね。はい。さすがに4か。3年目ですね。ナイス、ちょ、あ、後ろのチーム。ナイス、ナイス、ナイス。チートやからの3200点ですね。うん、いいよ。うん、今日はチョロムナさんは1回目初登板でございまして、他の選手でいうと、CA さんが連投、はい、西さんも連投、国木が参戦、あ、だからチョロムナさんだけ今日初登場ですね。うん、さあドラが見ません。ドラが嘘でしたね。ちなみに親番の日誌さんが赤ドラ持ってます。赤ドラ、わわわわわ、単用にしたいな。うん、早く言え。仕掛けて1万2000。ここはシャワーを、あ、おシャーチャかポンポン行っちゃう。うん、行きそうですね。安全も持てそうだから。これどうするんだ。いやー、9ピン切っちゃったしね、チーピン切っちゃったしね。でも単用マックスなら関係ないけんね、はいはい、ってともいい。さあここですね。イーワンポン、ドーワンポン、しちゃう？しちゃう？いや、じいさまは？さっきのハンチャン受けて、リーチ、あ、泣かないかなって感じ。あ、本当ですか？へぇ、イーワンポンじゃないですか？染め手にもいけるし。けどもう一回見せて。ここは残すか。イーマンポンじゃないですか、さすがに。マンドが11266でしょ。ちょっとね、ターンツが足りなさすぎて、もう一個なんか、ね、なんかフォローが効いてる範囲引いたら、うん、だけど、トイトイが見える、他が縦がなんか重なってるんだったら、これね、ローピンとかチーピン重なってるんだったら、行ってもいいかなって感じかな。うん、これで俺泣き寄りかな。これは泣けますね、はい。なんか手進んでたよね、さっきドラの日、ドラいっぱいの人。いや、あんまり進んでなかった。この人。進んでんじゃん。いいじゃんってんじゃん。あれ泣く？これ泣きますよ、それは。あれさ、457で想像持っててさ、毒が出てさ、わざと57でないです。でも45でないです。
考えさせたりする。あ、いやいやいや、もう普通、ちょっと待ってください。あんまり今の質問の意図が分からなかったです。ローソー出て、どの形で提する？あ、ローソー出たらですか？あ、普通に言ってるとやんめんなきそうですけどね。うん。ってことは4、5で泣いて7を切るってことね。はい。あと4、5、5、7で泣いて4切るんだよね。そしたらピンクの下がちょっとだけ3色絡まないかなみたいな。あ、これリーチ。これはやるか、やるかな。うん。さあ、何引いたら一番嬉しい？あの形。まあ、どうだろう。まあ、普通にピンフにするためにチーピンとかウーピンとかじゃないですか。あ、なるほどね。で、ヤンピンで、ヤンダマで、とか、もう嬉しくないですか。あ、これとか。これフリテンだよ。どうする？あ、フリテンか。フリテンだったら嬉しくない。ノベタン3みたいな、ね。だったらスーチーピンにしそうだな。うん。スーチー、あ、ゲット。いや、なわけない。いやいや、これは出ないですね。はい。チーピンが倍1、スーピンが0。ここに手が入る。あ、3ピンだったら。あ、ロン。あ、そっか。そっかそっか、三面茶になった。そうそう、変装三面茶。誰が撃った誰が撃った？一面みたい、親だ。誰？ニッシーさんの天命って誰？ニッシーさんの天命、チョロムラさんじゃねえかー、いたー仕方ないから見て。ニッシーさんの親番が続きましたね。はい、ニッシーさんのチームはどこだった？キット、前のキット。本日キットは24412と来ております。はいはい。まあ、44があるから、ここトップでもまあそんな大きくチームが離れるとはそんな感じやなさそうだけど、まあ、今のところなんか抜け出てるところはまだないんで、うん、でもね、ブルドラはね、11で333だから100ポイント近くまでいってるんじゃない、大きい、さっきトップラスね、はいはいはい、まあ、やっぱり M リーグなんで、うん、トップラス、うん、まあ、どっちも取らないのは結構、あ、まあ、トップは取ってで、ラス取らないのも結構大事だからですね、うん、あ、これ泣いてどうする？ドラガシャ泣く、泣くよね、泣くよね、もちろんもちろんシャーでたらポンする？いや、ちょっと待ってください、ジャントがあれ、ジャントがない、でも漫画描くで、これは何切るの？ 7,8 組見ちゃう？みんな、あ、一応見てる、9ピン切ったからね。いや、泣かないんじゃないですか。シャー泣かない、うん、ペンチワンでも不安じゃない？いや、まあそうですけど、てかね、カンパーマンぐらいやったらね、ジャンメ変化あるからね。さあ泣きます。泣く。泣きます。あ、これカンチーマン。五三の切りぐらい。カンチーマンになったら泣いても変わんないですもんね。結局。うん、だったら切って、九万切る、パワー切る、筋になってる、三五と聞いてありますか。まあ九万じゃないですかね。筋があんまり期待しなくていいような気がしますけど。あ、でも両方倍一だ。はい。じゃあパワー切ってら九の方が出やすいとかあるかな。うん、ここもいいパンチが入りましたね。とはいえ、とはいえ、ドラのシャドウ浮いてて、ドラシャドウ打ちにくいですね、確かに。しかもない、まあ、あんまり関係ないか、バック泣いて打点が分かんない、うん、エンタ、イーソー、アンコ、何？急速普通です。キュッキュキュッキュ切っておりますが、いいじゃん、点です。これちなみにイーソーとか急速とか来たらチーとかって、あ、違うか、あの、例えばその、西井さんの対面だから、何さんでしたっけ、CA、あ、違う、チョロムラさん言いそうとか、そう、想像引いたら、あ、まあさすがに、ウーソーだけかな、考えるとしたら。ウーソー引いて、7連携になったら、外しもあるけど、急走とかも考えないですか。急走ね、急走がさ、馬さんになってる、ノベタン系はもうほとんどないみたいな急走だから、急走ではな、うん、チーソーも嫌だね、人が行くな。ローソーとか引いたらどうしようかな、他の人早いのどうなの、どうせシャー出ないし、積もりやすい形にすっちゃおう。さあどうしよう、ピンズある、パーピン3ミリで、ウーピン1切れ、チーソー、チーソー結構まっすぐ。ちなみにチーマンは、あ、え、気分じゃないの、気分じゃないの、気分じゃないの、まあ、ポンした時が強いですよね、ドーマンギリの方が、うん、シャーポンした時にパーマン払って9万短期とか1万3山、ここに1枚、ここは0枚、ここは川に、あ、シャー切りたソープに切り G1 が3山です。1000、2000でもいいよ、1000、2000でもいいよ、石井さんもチートイツかつ面前いいシャンテンでしたね。うん、
だから結構打ち返しがありそうですね。さあ、ここで行くか行くか行かへんか。どっちどっちプニケどっち。いや、これ行かないんじゃないですか、さすがに。迷ってるよ、でも。あ、どうぞ。ってことは、テンパったら行くよってことですね。さあ、E ピンか単葉かどうすんの。チートイチートイマックス、チートイマックス、ね、うん、チートイ見つつの面前が3ピン引いても先輩ですし、E ピン切れはしなさそうですね。もうそれこの順目やったらもう。さあ、チーワンは3枚。あ、これでテンパですね。3ピン先取ってます。3ピンが倍1、倍1、さっき取ったばかり。引けば切る。ナイスモー。おー、ツモ。先輩にしない。先生、ツモ。2番手置き、いいよ。はい、どうもありがとうございます。チョロムラさん、さっき放銃したからですね。そうそう、上がって放銃して、ね、上がってチートイ上がって放銃して、はい、今上がってだから全局参加型ですね。ということで、この3局になったのは親はチーエさん、ピーエさん、はい、この3局です。一面ツありますね。で赤面でシアン面が2つ。あ、結構いい。あ、めっちゃいい。ちゃんともできましたね。これでここが一面ツ。トンキちゃうじゃない。ここトンキちゃう。ドラが吐く。吐くか。あれみんな持ってないよ。ここに一枚。重たい。てかペイがあれ。時間だけど。時間です、ね。泣く？あの手形じゃん。僕あんまり泣かない派なんで。あ、吐く出た。さあこれで吐くが二人持ち。ちょっとブレーキ。これは泣かないっすね。泣かないね。カンちゃんちゃんだったら逆にまあ泣いても。けど、ハクが結局浮いてるから、うん、あまり泣かないよりかな、なんとなく。さあ、みんな結構手が伸びてます。そして、厄介重ねて動きが速そうな人。この人、ハクとポンするかな？ポンする？どうする？どうするんだろう？どうするんだろう？現状、27,000点。上が3,49。だんだん良くなりましたね。うん、あまり手応え感じてない。さあ、ここパーマン、イーシャンテン、イーシャンテン。こうなると、お、小さくなった。もう初、初だ。じゃあ初ポンかな。いや、初ポンの絶対小さいですよね、今の、うん、急走の方が老僧受け回ってから、うんうん、っていう形だったですけど、あ、これで嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。初じゃない、いいわ、もういらないか。でも初がドンピシャになっちゃった。いや、すごっ。結果は一緒、結果は一緒なんだけどイースソー、ここにバーゼロのイースソー、おここにスーソーが1枚。しかもチーソー、キューソーって払ってるからかなりやめに見えますね、うんうん、ここにスーソーが1枚。ここ、おい、六山でございます。あ、一発もかな、一発いっとく、一発いっとくチーソー、キューソー払ってるからやめに見えるし、そうね、3ピン、スーピンもあれつもぎりだったっけ。どうだった、いや、3ピン、スーピンは多分どっちかが手切りの、多分どっちかつもぎりだからと思いますね。つもりそう、六山だもんね。さあ、対抗する。結構対抗も出てくるんじゃないか。ここはもうドラ抱えてるし、ここは行きたいですか。ここは、うん、ここは行きたい。でも頭がなくなっちゃった。どうしよう。テンパになって、あ、降りた。降りた。さあ、積もれば、なんていうか、これ、リーズマーカー。リーズマーカー、リーズマーカー。数層いっぱいあるよ、数層いっぱいあるよ、ドーン。裏です、ね、いや、裏地、大きい。親ですか、親ですか、親ですね、4000オール。でかい、やっぱ親で上がるとでっかいね。CA さん。CA さん。じゃんけんぽんでございます。あら、ラスラスと来て、ここでちょっと回復したいね。いいですね。うん、そっか、さっきプニキにボコボコにされちゃったんだ。ドラ3ピンですね。ドラ3ピン。カンリャンピン、いや。チュンナク？チュンナク？泣いちゃう？あ、ここで形。そうでもないか。いや、でも5、6万あるもんね。まあまあぐらいですね。ここ、あ、ここいい。泣いちゃう、泣いちゃう。どうしよう、どうしよう。これは泣きよりか。両面3つありましたね。あ、ここもいい。ドラドラですね。ドラ赤でしたね。という。あ、いい、嬉しい。嬉しい。これね、3人戦いそうな感じ？ここは一応完結。ここがもう入り方次第でしょうね。うん、うん、ちょっと。ここは行くよね。そうですね。ここも行くもんね。うん、ああ、めっちゃ行く。これも行くようになったな。ここも行くよね、ラッピー引いて。そうですね。結構行きより。おー、ちそう。嬉しい、嬉しい。急
9ピンパーピン払って単野を見つつでしたね、今。結構ゆったり進行してますね。ああ、これでいいシャンテンだ。さあ、もう3ピンはいらない。赤赤あるから。3ピン切ってリーチシャンポンなんでしょうね。ドラジャンピンの完ジャンピンってするんかな。初期入った。スピード、スピードです。その泣きで、これは伸ばせない。数ピン引きたい。早く数ピン引きたい。3ピンですって。どっからポンしたんだっけな、トイメン？プニキがポンしましたね。トイメンポンだから、この3ピン、あ、ここに重なってた。あ、すごい。これポンテンできた。ポンテンのドライか。パーマンポン、あ、パーマン入っちゃった。あ、でも3ピン。これ出ない、3ピンも出ない。あ、3ピン最終的に出るかもしれないけど。固定したかもね、ドラな、ドラ。ヤンピン3ピンだ。ヤンピン1ピンって払ってるんですか？うん。あ、まあ、次の牌次第かな。ジャンピンがこれで3枚見えました。何したら一番嬉しいんだよ。もう普通にもうあれからターツはもう変化しなそうだもんね。これ白いたら何するかな、プニキ。いや、そう、初、とりあえず初じゃないですか。ね、うん、さあ、くっつかない。さっぴにくっつけたい人、ここにいます。そうですね、一番3ピン次がいいですね。カンチッソが今チーソが3枚持ってる人がいるから、かなり信用できないんで、うん、あー、テンパっちゃった。とりあえずこれはやめてんだ、うん、ハーマン3ピン、マンズは4連携になるかも。ハーマンだけ生き残ってるか。ここに1枚、ハーマンだけ1枚かな。これも2枚になって、うん、あ、そう、あ、そう、ちょっと2枚で、あ、ハーマンゲット、プニキ、これは売っちゃうな。今日初めての補充かも。うわ、単位派をドラ4、もう高すぎる。これはいわゆる交通事故でございます。ルーレットに入ってしまいました。です、ね、さあ、これ で, です、ね、はい、これで変わりまして、親が一周したのかな。チョロムラさんが親なので、今からオーラトンダス、トンダス、あ、手形いいぞ。俺はパーマン切りたいけどペイです。ここはマンズラン124パー、うん、ヒットメンツありますね。あ、ここはいいね。3、うん、あ、ここもいいね。3メンちゃんができましたね、今のチース作業は。さあ、ハクがもうすぐ出そう、ハクがもうすぐ出そう。さて、それを CA さんは327持ち、まあ、泣きそうかな、泣き寄りかな。おお、すごいの引いちゃったね。染めないか。うん、ちょっとね、ドラ表に9ピンが1枚あるからね、信用できないよね。8ピンがね、あの、もう泣くのよ、ね、泣いてくっつき。でも、リャンシャンって。うん、ですね。はい、おお、ゴツ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 。おお、やめろよって。柔らかくしましたね。何言ったの？9層、9層か。これもありだけどね。ブロックが出てきてるから、はい。パーソーが続々と、いい判定になるのか。あー、これ何、どうすんの。上ピン来ちゃう、E ピン来ちゃう。 E ピンじゃない、お、あ、あそこ E ピン待つドラか。それは切らないです。 E ピンドラなの、それは切らないですね。じゃあ、うん、切ったんだ。なるほど。赤だ、赤だ、赤じゃない、赤じゃない。これでグッズ違う、まだリキャンシャンテン、うー、窮屈になってきた。さあ、9は3ピン、2ピン、マックス、サブローマン、パーマン、キャンピン、3番出そうな人も1人いる。パーマン出そうな人も1人いる。くっついた。でもドラキなんだよね。はい、パーマン、うん、チーソー？サブローマン、パーマンじゃないですよね。いや、3面ちゃん、4面、3面ちゃん、ね、うん、インシャンテの形がね。あ、3番でいった。これかなり広くなってから、しかもいい変化な気がする。サブローはパーマンで、うわっ、うわ、でもこれは何切るの。 Q1 でいいですか、 Q1 ですか、うん、ですね。パーマン引いてもテンパになりましたね、これで。さあ、次元爆弾ですか。あれ、あれやばいね、あれやばいね、あれ、え、親はここ、親はここ、チョロムラさんじゃねえか、やべえ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 、あー、でまたやめて、闇じゃないですかね、だってトップ名ですもんね、うん、サブローマン出そう、ここ出そう、あ、
出そうだな、確かに。でも、ね、頭は唯一の頭候補だからね。ここも出そう。ローマンは出そう。チーズと重なったりしたりしたら、うん、かなり危ないですよね。ここもローマンは出そう。3は引退出そう。積もっちゃう、案外、あっさり。うわぁ、そんな、変則3面ちゃんで、うん、これで3はない。ローン。ということで、ニッシーさん、連続ホラーで、ニッシーさんの紙ちゃんは。ドラさんですね。プニチカーだ。絶好調プニチカーで、ここね。2着目。結構離れたな。ここも結構離れたから。24716、うん、下が2人で16000点か。あ、116と165。うん。ということで、ニッシーさんは、トンガンコ、なんじゃ。ドラオスマンですね。うん。ここ一メンツ。支配アンコは守備力あるからちょっと自由に打てるよね。まあ確かにですね。あ、ここいいね。ここいいですね。頑張れ長さん。チョロムラさんがね、なんか、ね、はい、お店の女の子に、はい、お前なんか女の子にチヤホヤされたらするチョロいなって言われたそうで、チョロムラと名付けられたそうです。でもさ、初対面でチョロムラさんとは言いにくい、言いにくいんで、じゃあ俺チョウさんって呼んでいいって今、そういうことなんですね、俺はチョウさん呼びになってます。あ、そうなんですね。もうちょっとね、関係性がね、深まったらね、チョロムラさん、チョロさんって。イシャンテン、クション完全、あ、じゃあ、イシャンテンか。え、イシャンテンなかった、イシャンテンだったの気がする。あ、イシャンテンか。もうリーチだね、あれね。先制リーチそうだね。はい。さすがにこのイーシャンテン、これすぐ転売そう。もうパワーキッチャー、そんなことしないで。いやいやいや、するんすか逆に。え、実際もするんすか、この4段目ので完全イーシャンテンを。うん、え、悩むんですか、本当に悩むんですか。悩む。本当ですか。悩む。あ、これで選べるよ。そうですね、だから老朽版、そう、ああいうふうに変化がせんからさ、じゃあもうパワー先切っとそうかなっていう感じ。パワーマンとかいけど、さすがに転売のあれじゃないですか、うん、4枚台無しもするけど、うん、その代わり上がり率ちょっとだけ上げさせてください。ああそうですか。なんか結構早い時のパワーマン切りとかって別に9万が絶対でもなんか関連ない可能性もあるから、そんな信用はあれだと思うんですけどね。で今パワーマン切って最後手出しウーマン切りにいっちゃったら老朽版はちょっとぼやけそうだし、はいはいはい、今のでパワーマン切るかもしれないな。今578って俺持ってるわ。ここでちょっと悩むかってですか。安牌1枚持ちたいもあるよね、はい、さあそしていつの間にかチョロムラさんがイーシャンテンで、しかも、数万が重なったんで、あ、しかもめちゃくちゃいい暴走は数万コンテンしても 1% とかにできますね。これはいらない、うん、どんな形見せて見せて、パーん違う、この人はチョロムタンじゃない、この人か、この人か、2244561でもう小さぎちゃう、やん自分でインピン切ってるからね、うん、リャンワンスーワン、ここがリャンワン、スーワンもそれだから出ない。あーそうだね、リャンワンない、リャンワン売り切れで、休数ですか、グーピンですか。あ、これは、え、この人ペイチャペイチャか、何待ち、何待ち、ウパソウパサキのトパソ、あ、逃がしてる、あ、あ、これは谷シーさん出馬さになっちゃった。これは俺でも結果打つ、いや、これは打ちますよ、頼れる、全然ちょろくないやん、この人上がってほしい、上がってほしい、調査ナイス、調査ナイス、うちの監督様が喜びます。結構監督さんか、なんかメイズの方、結構あのコメントいただいてましたね、そういえば。あ、本当か。はい。ありがたいね。何さんだったっけな。綾野さんですね。綾野さんは今日ね、なんか A リーグ、リーグ戦の解説かどうかに行ってるので、はい、この方、綾野さんですか。そう、うん、そう。采配ができないので、とりあえず1人1回は必ず打ってくださいと。はいはい、あ、そうですね。で、ちーさんが夕方勤務、お手伝い勤務があるので、はい、1戦目小さくて、 あとはチームで話し合って順番とか決めてください、はい、ということで、はいはい、そう、最初の女性の方は、はい、がメンバーの方なんですか。そうですね、はい、あ、なるほど、さあ手形いいよ、ここはドラがローピン、ローピン引きたい、うん、ペンチャーじゃないから泣けない、ここはもう想像ちょっとほぐす、そんな感じ、チョコさん
ちらはペーチャーちょっとぐちゃぐちゃ、こっちは一通が見えてるけど、ドラのローピン引ければまっすぐ、ここが早いかな、ここは変な3ピン引いた、変な3ピン引いた、一番いいのはここかしら、ここやった吸盤ではなく、ね、はい、ここもそこそこいいけど役がないのでどうしよう、なんか難しいですね、ここはね、変な3ピン引いてね、ちょっとね、プニキさんはちょっとこの試合はちょっと加工品みたいな、7、8、9見てる、3つよりって感じか、テトラローピンだからそっちでもいいと、フィンドで一目打つ、そんな感じ、想像は結構みんな受けがあるけど、想像を伸ばした人が勝ちみたいな感じ、ここは4層のみだっけ、9層いらない、4層かな、自分で切ってますね、ゴツ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 してきたね、ドラ受けだけ、そうそう引いた、わー嬉しい、伸びたと言ってもいいのかな、チーバンチーぐらいしたい、ピンズがちょっときついですね、ツーピンチーピンがまだ選べないから、でリーチ来た時にかなりきついですね、あのツーチーピン、ツーピンチーピンって、まあ、みんなゴツゴツしてる、あこれちょっとやる気になくなりますね、このウーソーは、お、一人、これはやる気出る、かなり出る、ジャントが決まればもうかなり勝ちですね、いやあの4ピンズがさ、ドラヒョウーピンがちょっと信用できんか、チーピン早く引けみたいな感じかな、これ何だ、スーピン、あ、チーピン切られちゃう、チーピン切られちゃう、そしたら俺めっちゃやる気なくなるんだけど、お、タンヤオマックス、なるほどね、チーピン、おー、この場況でピンズの真ん中が 出なさすぎて、もうウーピンはね信用、あ、スーピン、ローピンのフォローだけ聞かせた、やっぱみんなピンズちょっと嫌なんだね、とはいえ、他の人は他想像入った、いやどうすんの、どうすんの、どうするんだろう、独チッパの変更もあるけど、うん、お、ウガンアンコウ数番、あー、これでこれでこれで一応何来ちゃう、一応イシャンテン、ここは進んでない、意外とそのイシャンテンか、でもウソ怖いな、どうするどうする、ドラ、あうわこれで泣けるようになりましたね、ローマン以外も泣くのかな、あ、これ吸盤切りたい、あーそうなんだ、タイヤじゃないのね、サブローバンジャンソーのイーシャンテンが一人、ローピンとサブローソーの無変な相ばっか軸ね、見さし心地、もう売りたいぐらいだな、ヤンピンかな、もう3ピンだけはもう犠牲にしますと、君じゃない、スーピン切るとローピンパピンのさシャンポン待ち、一応いいし、あでもパピンちぎれか、無理だね、そうそう、もうみんなゴツゴツしてる、チー点取る、タイヤもうチー点、K 点取る、酸素ヒーターいいシャンテン、ローピンと3番雰囲気、ああ結局シャンポンはでもパピンの方が良かったんですよ、あの多分ウーマンがここに全部あってパーマン多分かなり薄かったんですね、ウーパーマンのスーピンが倍1、うん、スーピンローピンの方が良さそうな気がします、ね、スーピン、あ、でもスーピンは売り切れ、結果売り切れだけど、けど、これ出る未来も、いやどうか、ビーベーコンの時か3ピン切るかな、でもトラスリか、ポンしたら出るんじゃないですか、チーピンとか、チーピンポンしたら出るんじゃないですか、これ、たぶんチーピンポンしたら出ますよ、あ、しない、テンパイ、リャンウソウ、闇天ですね、チーピンポンすると、いや、わかんない、ウーピンかもしれない、あドラ受けのサブローピンと、ね、なんとあの3ミンチャンで、ウーピン怖いか、ウーピン切れますなんかそれやったら3ピン自分で持って次に数ピンで数ピンの方がかなり出そうだって気がします、ね、ああなるほどね、はい、そうかもね、あ変化待ち無理、あリーチ展望的にって感じかな、うん、これは天敗で押しますか、いいんですか、ワンチャンスでもなってない、ね、うん、ローピンチ、あー、ジャミテンでも出ないね、はい、うわー、リャウンソイ結構切れてる、1、2、あ、バヨン、バヨン、バヨン結構いいんだ、ここに1、5枚目だ、リャウンソの方がさすがに強そう、5枚目だ、ここ、
6枚目、7枚目、出す位置かな、1枚あるか、1枚、あ、大丈夫、順からだ、地位点取れる、取れる、取れる、パーマン切れる、スーマン切れる、そっちで泣いて、スーマン、パーマンどっち、スーマン現物、あっちはスーマンじゃないですか、自分で馬持ってるから、うん、これで一人の点なのが、5かな、超3、ローピン引いてテンパイ、なんちゃって、3万テンパイじゃない、これペープッシュで、ペープッシュでいいよ、頑張れ、頑張れ、バゼロ、バゼロ死にくい、おい、あ、言ってないか、さすがに、死にくすぎるな、さすがに。でも一人の点が見えたら押すもあるけど、ペイが何てかわからないね、で、頭だな、無理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 、相手で打ったらね、高いしね、さすがに押しにくいですね、さすがに。あれ、MD カーで打つ人いるかな、ペイ、ペイぐらい、ペイだから、ションパイだけど、いやいや、この最後のペイションパイはさすがに臭すぎませんか、うん、でもさ、プニキはつもぎりリーチとかさ、ペイ待ちやったらそっくりじゃねえって読めるよね、追っかけがどうか、追っかけがどうかだかな、いやけど、プニキもだって結局、まあ最後の出すつもだからっていう感じじゃないですか。そうそう、質問だから。だから闇でも上がれる、あ、まあそれでペイがないってことですか。うん、あ、なるほど。チートイ、うん、でもチートイペイタンには全然あると思いますよ。うん、いや、俺押しました。あの追っかけリーチの人の皮をもうちょっと詳しく見て、チートイっぽくないなと思ったら押してるかもしれない。ああ。たぶん鶴さんっていうのが215だろ。そうそう。215。さっきは一人当店だったから245だったんだね。245、うーん、追っかけリッチの人の皮見たかった、そんな感じですね。オスもある、ここがいいね、赤赤ドラは何ですか、んドラは白ですね、また白、白とかばっかしやね、大変、腕が問われるとかそんな話ないもんね、白なんて引くか引かないか、でも景色を見ると誰も持ってなさそうですか、持ってないんじゃない？ああ、初めての白。初めての白。知ってる？この歌。いや、知ってますよ。お、よかった。ギリギリ年代届いております。さっきちいさんにさ、マックスって知ってる？って言ったら、初めん？って言われて。あ、届かなかったって。さ、ここもちょっとゴツゴツしてきました。ということは、この人の白重なるかもね。でも重ならなくても十分高いよ。ここは赤なし、手が立ちいいけど、うん、ここなんかすごいことあってるね、ここか選択、いそうな範囲で待ちたい範囲で、白がどこに行くかで、この人はどうするんだろう、白一旦止める、この人は白は採用ですよね、チート打つ、この人は白は、まあ、あんまりいらねえなって感じかな、でも親番か、いらねえかな、何ですか、ちょっと進んだけど、なんか分かり、9万切れも分からなくもないって感じですね、なんかその結構捨て牌的に薬牌泣かれそうな感じしますもんね、なんか、うん、そうね、ここは薬牌って感じはしないけど、他の人は先生小分けです、トーンを絞ってるって感じですね、今の切らないの、この人も1度目初なんだよね、薬牌泣かれそう、うん、この人の顔、こっちも、ね、1度目中なんだよね、あ、でも自牌ドライオンか、うん、これはトンですか、3番ですか、多分絞ってますよね、これトン、ああ、これ白でもいいよ、でも白も嬉しいよ、さすがに、うん、そうですね、うん、どっちも嬉しい、さあ、白タニにするのか、ウッパーマンにするのか、これでいいシャンテン、テンパイ、テンパイ、違う、あ、もともとテンパってましたね、あ、本当だ、はい、初タニ、この人持ってる、ニッシーさん、トラが引いたから、ハツハツもあるよ、ハツハツあるよね、ありますね、この人もうドラが消えなくなっちゃった。247、シゲさん、いかなそう。川に数ワン、チーワンが浮いてある。チーワン切って、うん、そうだね。白が通ったら、ちょっと行こっかなって感じ。ニッシーさん、確かに危ないな。うん、多分、白引いたらやめたくなるからですね。いや、白引かなくても、もう結構さ、手形がゴツゴツ系だったから。ほら、ちょっとゴツゴツしてるから、これ、ハツあるよ、これありますね、かなり、ウーマンが切れるわけでもないし、そうそう、で、チートイズプッシュ、テンパイなら押す、これで、西さんは全身、うん、
スーチピン、リーチはしない。現物だから現物だからリーチはしない。持ち点いくつ？あ、これはどうする？各機ってローマンガー。スーチピン、リーチ流れなかったらリーチ。そうでもない。持ち点が結構手もないとこだよね、あそこね。24なのか、ローマン先か、どうする？まっすぐ行くなら。いや、これけど回るんだったら初ありますよ、全然。いや、もう点、2、3点は維持すると思う。ウーマンの壁で。そしてここ、いつリーチするの？ CA さん、CA さん、大空にフライ、フライアウェイ！リーチです、スチピン。だってチーピン合わせないんだったら山でしょ、言うてね。ここにスーピンが1枚、川にチーピンが2枚、ここはスチピンない。そしてここにスーピンが2枚。ということで、これ全部あった。三山、三山。お、シャンポン、闇シャンポンなんだ。上がれる役がある。しかし初だ。現在もち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 。降りもあるってことかな、トップ目だから。でも降りると初だよね、多分。回るとしたら。いや、さすがに降りにするんだったらもうちょい安全な範囲じゃないですか。結構でどうなんだろう、安全な範囲があれか次第だと思いますけど。暗号が2つぐらいあったもんね。さあ、スーチーピン、三山。ほら、ここ結構きついよ。トンは行く。三、ヤンピンとかじゃないですか。まあ、三ピン。三ピンでもワンチャンス。三ピン早くてワンチャンス。ノーチャンス、ね、ノーチャンス、ノーチャンス。ヤンピンですね。スーチーピン、そろそろいるんじゃないの？ハクはどうだ？さっき撮った。撮ってますね。チーピンどこって。CA さん、チーピンどこって思ってる。チーピンどこよって。不快だけです。ハツも1枚ありますよ。あ、ほんとだ。ハツ1枚あるわ。じゃあ、ハツ積もっちゃう？やりますよ。積も？怖すぎる。ローソンは1枚あるの？ローソンはなさそうかな。ないですね。はい。転廃を目指す、チョロ村さん。この泣きね、この泣きね。どうだ？スーピンを食い流させて。スーピンはどうだ？いけるか。両方スーチーピンが、いや、こっちはチーピンで、スランピン壁で通る。向こうはスーチーピン、間4件というやつです。さあ、テンパ偉い？いや、トップ目が偉いって。そうですね。ということで、何もなく、何もなく、テンパる、テンパる、テンパれない。相手、という曲でございました。初は、ワンパイに1枚。あれ、チー入らないと、スーピン誰が引いてんだ？誰だったかな？ CA さんが引いたかな？スーピンは、プニキが引いてたんじゃないか。あ、じゃあ、法人になってますね。はい。仕事しましたね、トップ目。さっきお宅残りましたよ。ということで、なんですか、CA さんは、なんちゃってさっきね、ピッピッピン。ん？ここか。シャーチャースタートから、ラス前か。ラス前でございます。結構みんな硬いですね。なんかリーチをしないとか、なんか結構そのリーチ来た時に結構安全進行しててとか、そんな感じね。うん。そんなさ、倍満確定でリーチする人なんかいねえよ。さあ。でもみんな結局あれはリーチ入って追っかけてって形だから結果は一緒になってそうだもんね。サポートずっとやみせんでリーチが入ってリーチ。なるほどなるほど。ということでここにお赤引いて。赤2個で CA さん。ドラがチーマンでしたかね、うん、赤とか寄ってきてる間にもう一回親番で上がりたい。チーマン嬉しい、プニキン嬉しい。さあ今西井さんが1人、ここローマンブロック、西井さんが1人ちょっと浮いてるような形ですね、うん、ちょっと387は MD ブルールだったらまだまだだよね。まあけど時間があるからですね。どれぐらいだろう、結構過ぎてそうな、なんとなく中でトラブルで時間が一回止まったから分かんないんだけど、でもラス前だからね、そっちの方が先に割っちゃう。あ、今ここで振り返るんじゃないですか。嬉しい、何切る、何切る、ちょっと難しいですね、これ。何切るの？ウーマンは一応三層で、一応裏目にはならないという感じ、受けが残ってるっていう形かな。あ、嬉しい、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。はい、イーシャンテン、イーシャンテン、カンパーピン。さあ、これ何言ったの？3万？嬉しくない。でも縦を見る、どうすんの、めちゃくちゃ嬉しくないな。パスをとりあえず切るか。あー、なるほどなるほど。まあ、パス切るとね、ウーソーも切る未来が出てくるのが嫌って感じなんかね。ドラ立ち番、
この人 G1 引いたらどうするの？あ、ウーワンだっけ、リーチですか？いや、しないんじゃないですか。ルーシーさん、トップ名取って闇、取って闇も珍しいですね。取って闇、あ、嬉しい、これは嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。これならもう赤きペイもリーチして、赤がそうですね、出ていく形だけど、さあ、カンパーピンをパーピン引いて両面、あ、違う、カンパーピンだけだ。あ、うん、急ぎてる、無理、手壊れないけど、ローピン引きぐらい。あ、赤切らない、きっちゃ赤切るんだ、もう確定と、勝負と、これで勝負と。さあ、親が赤馬来てきました。バラバラなわけないよね。ということで、現物の馬を取っとく、どうする、右、どうする、そんな感じ。こっちは、やべ、これリーチなくて正解だったかな、そんな感じ。ピーチ、さあ、パーピン、パーピンで硬い、一人はカンパーピンで、瞬間芸で積もるとでかいよ。結構山にいる、二山三山、この人持ってない、リーチ持ってない、町の人持ってない、次の人が持ってない、持ってるかどうか。つぶちゃん一旦切って闇続行って感じかな。リーチ考えるとそれと違うね。ここの人はパーピン1枚持ってる、これ三山かな。三山のパーピン、ウーピンは、ウーピンは、あれ、ウーピンも結構、あ、ウーピン統一の人がいたね。ここか、3対5、いや、降りました、降りますね、これは。これはリーチは偉い、先に赤馬切ってるもんね、十分系だよね、あれね。うん、スーピン、ローピン外しもあるもんねそうだよね。うん、いや、痛くない、無理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 、痛くない痛くない、だって2着目だもん、2着目の人はいいよ、降りてもいいよ、2着目で降りるの大変、そうでもない、大丈夫、いけそう。プニキはどうするの、ドラドラ塗ってるから、一応ラスなんですね、うん、で、難しいっすね、確かに立場的に。ローワンがもう中からだから、あ、こうなるとちょっと、あ、けど、まあ、中層が振り転か、まあまあまあ、それ、いや、まあ、プッシュっていうか、まあ、筋なんで、かなり行きやすいところだから。老朽層、ここに固まってる、まあ、ん、これは急走切っちゃう、あ、パッキンはチートイだ、なるほど、そっちの方が止まっちゃう、あー、かつってんの、いやいやいや、もうこれは無理ですね、やめましょう、うん、やめましょう、回収していく。こうなると、むしろプニキの反撃の方がありそう。何が重なる、何が重なる、裾嘘キュマン、裾嘘キュマン、うー、イーマン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 、あ、ちょっと、あ、赤ウーマン先に切ってて、うん、まあちょっと、これは否定はできない、ね、人によりますもんね、あの、先に切ってからもうその形よくするか、うん、それとも最後の最後までリーチの時に残すっていう人がいるから、うん、ちょっと判断できないですもんね、うん、E1、Q1 もそうですし、ただね、E1 この人あんこなんだよ、 E1 短期で追っかけたら地獄しかないよ、どうする、どうする、何引くの、何引くの、パーピン回収、Q1 もなんもないですよどうすんの、どうすんの、地獄だ、テンパらないんじゃない、テンパらないんじゃない、そしたら、白が白引いて、あ、けど白も、あ、白も白バサンだ、バサンだからもうテンパれないですね、うん、白を 何かと切り替えて、まあ、そうですね、とりあえず白を何かと切り替えて、入れ替えてが同じ牌だったらテンパイかですね、で、テンパイしたらさすがにリーチだろうから、どっちにしても順からで上がれなくさそうですね、アンパに困ってる、ローワンブロック、 E2 番が通ってないと、 E ピン筋一枚で、それしかない、それしかない、さあ、積もったらでかいの CA さん、あー、回収回収、チョロムラさん回収、ナイス回収、テンパらない。ウィピン今と合わせて、合わせる。はい。ラスト2巡ですね。結構回収されたね。さあ、積もれるか。ここに3枚。積もれるか。ここに3枚。あと1巡。3枚、4枚、5枚、6枚、7枚。7枚、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 7枚。1枚いる。1枚いる。あ、なくなった。1枚って赤だったんですね。平和になりました。さあ、強奪が3本になりましたね、これで。さあ、これで親は連チャンでございます。うんですね。プニキがやっぱりだんだんきついですね。多分時間的なもんも考えし、うん、自分も親番がないからですね、プニキ。だから、
でも結構3着と近いもんね。3着と近いですよ、ね。だから強弱でかい。3着かな。うん、そうですね。ここは確かに速い人が結構でかいですね。みんなでかいんじゃないですか、この強弱、うん。はい。トップ面も回収しておきたい。ここ789が見えるぐらいしかなく、ね、ドラは何ですか、ドラバービネスって。あ、映った、これはいい。雰囲気がいい。ドラ受けが壊れてきましたが、まだ、まだ遠い。うん、ここもちょっと遠いよね。ゴツゴツしてます。ゴツゴツしてますね。泣けもできないですね。CA さんの形は。ということは、ここの人か。けど逆に言うとみんななんか泣ける形じゃないから、まあチョロムラさんが一番有利なの間違いないですけど、うん、なんかそこまでなんか、うん、あの抜き出てる人もまだいないよね。うん、ここもニッシーさんと重なればですね、役が、ね、かなりであの一歩リードすると思うんで。うん、あ、嬉しい、伸びてる。これはピンフ手順かな。ピンフ手順ですね。スーワン、スーワン。もう一応789、一応3着見たって感じ。私、まあ、結構安全よりっすね、何残しは。1枚切れなんをまだ抱えて、まあ、ブロックも足りてるからって、うん、結構カンパーピンがきついところだったですね。残さない質問、うん、ああ、追いついた。これで、ジャンちゃん点2人ぐらい。ああ、ここも嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいな、引いた。CA さんは一応取るか、うん、ヤンシャンテン何か引きたい、言いそう、まあ一応シャンテン、スーピン小さい、これはでかいんじゃないですか、これは小さか、めちゃカンパーピンが不安すぎるからな。あ、三色固定だ。パーピンさえ引ければパーソーで勝負になると。そのパーピンは面白いですね。一枚三山だ。このパーソー危ないよ。パーピン速度引いてたら、おー、闇だ、これはすぐ出る。おや、トップ目からすぐ出るよ、あれ絶対すぐ出るよ、返しちゃう。ほら、これすぐ出るよね。でも、あ、これ出る、これ出る、あ、いや、これ出るよね、うん、出る。ナイス調査、ナイス調査。でかい、1万2000クラスの収入でございます。上がって振って、上がって振って、調査に暴れております。次行ってみよう。これで迎えた親番、これは皆さん要注意ですよ。俺はこういう時ちょっとマークをつけるんだけど、さあこれで、長さんが2着目に入ったんかな。トップ目から上がってから上が競ってるんじゃない。あ、そうでもない。あ、結構離れてる。90ポイント、そうですね、2着目に入りましたね。3万点2137。雰囲気が、うん、まだ満貫積もれば3着同点と。西さんと長さんが7000ちょっとの差、親だから2000ゴールで変わります。あ、手形。いや、チョロムラさんなんか結構固くいってから、かつちゃんと上がれてからすごいですね。あの予想外の3色固定の3ね、3ピンとかね、うんとか、うん、ちょっと親近感を感じる。3色固定素晴らしいね。お、これは嬉しいの。ドラは何、ドラは何、嬉しいですね。ドラは何、チーソー、みんな使いそうなチーソー。一通の人がここにいました。あ、でもここもいい形、ほぼ固定したウーピン切りは。ここはチーソー受けがあるけれど、ここはチーソードラドラだ。注文を引っ張ります。パーピンは安全パイっぽい意味合いかな。ここにはパーピンが取れそうだし、ね、あ、うん、いらない、いらない、切りない。あ、でもちゃんとになってるから、うん、採用しそうですね。トップ目か、うん、一旦ねって感じかな。うん、多分時間も考えるともうプラス1かなんかだと思うんで、とりあえずまっすぐ行くのは結構ありな気がする。これちゃんと系だな。けどローソー切ったら小さく系がなくなるけど、いや多分789の上にちゃんと3色見てる感じだね。まあまあまあ、さあこれで、ね、2つもう急走いらない。1通見て、1通見ますと、強いか、まあいいシャンテンじゃないですか、普通に、うん、ですね。何言いたい。ローマン単野を見る、イーマン切る、ウーソーと3万浮かす、チュンがマックス選べないと、リーチが偉いと。ああ、これはここは一番いい。これ泣くんかな。吐くページャーじゃない。あ、ここで急走もあるよ、ね、プニキ点数が欲しいから泣きたくないな、うん、この人ペイ浮かせてます。ページャーだからけど、ペイは泣かないんじゃないですか、さすがに、うん、ちょっと点数が大きい状況すぎるんで。リーチ手順です。リーチ手順ですね。これで一応ターツは足りましたと。
これで、これはまあ、ね、ここで急速なんだ。ウーピン、さっきの引き戻しのウーピン浮かせたいんだよね。単用でって感じで、くっつきで。さあ、これで、ここはまだ遠い。ここは勝負形になっております。しかし、リャンウーピンがパラパラっと切られて、上茶がピンズがいっぱい切られて、全然切られてない。安全と。タートは叩ける。どうする？リースの安全？はい。国家、先ほどのチョロムラさんの3万。テンパイ、これテンパイだ。いや、テンパイ出るね。やめてん、ですね。ウッパーマン。あ、これ打ったかも。パーマンじゃない。あ、ウーマンだ。ロン。ロンですね。直撃。ピンフードラドは3球。ってことは、まだ打ち切り時間じゃないってことだね。あ、ちょ、西さんや。うん、だから、まあ、そうですね。今回の振り戻し相談の中心にある麻雀メイズを紹介します。麻雀メイズは地下鉄空港線西口駅から徒歩1分、それでは改札口からスタートします。改札を出て右側3番出口を目指します。ファミリーマートコンビニが目印です。進行方向右側の1つ目が3番出口です。それでは元気よく行ってみましょう。じゃんけんぽんの CA さんで4着が階段を上るとマージャンメイズの味は隣のビルです。初日が終わりました。福岡市早良区西線に到着しました。3番出口から左、隣接したビル。